ルッカーモカです。こんにちは。今日はですね、なんとコウジさんに来ていただきました。よろしくお願いします。コウジです。なぜこのコラボに至ったかっていうと、コウジさんの YouTube チャンネルの方でレゴをやられていて、子供のその遊びの中で結構ね、レゴっていうのが代表的なものとしてあるので、うん、ちょっと一緒にコラボできないかなってお願いしたら受けてくれました。ありがとうございます。こちらがありがとうございます。いやいやいや、本当にありがとうございます。だから YouTube 始めてもう何ヶ月目かだけど、初めてです、はい、コラボです。コラボっていうのはありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったということで、何をやろうかなって思った時に、コウジさん、あの白玉ちゃんを飼っているので、ハリネズミを飼っているので、その白玉ちゃんの遊び場を作れたらいいかなと思います。素敵じゃないですかそれは、はい、作りましょう。ぜひ作りましょう。レゴで遊び場ですよね。はい、なるほどね、はい、いけそうですか。イメージできましたそんな皆さんが想像してるそれはるかに上はないけども、はい、楽しくできたらいいなと思っておりますんで、はい。うちの家族でございます。かわいい。え、生で初めて見ましたハリネズミ生で初めて見ました。初めて見ました。ということで、白玉ちゃんのお家を作っていきます。言うことは聞かないからね、基本的には。お願いします、うん、白玉ちゃんもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ではやっていきましょう。モカちゃんタイムスタートって一緒に言ってもらってもいいですか。モカちゃんタイムスタート、はい、モカちゃんタイムスタートです。オッケーです。これでいいんですね、はい、トゥースでいいんですねトゥースですね。で我々で言うトゥース、はいはい。せーの、モカちゃんタイムスタート。まずレゴを持ってきていただいたので、はい、そちらをちょっと見せていただいても。わかりました。今回用意したレゴはこちらです、はい、じゃん、じゃじゃん。レゴデュプロでございます。なんか違いがあるんですか、普通の。皆さんが見たことあるレゴはちょっとちっちゃいんですけど、はい、これは、うん、白玉が暴れておりますよしよし。これは普通のレゴよりもちょっとでかいバージョンのレゴですね。だから子供用というか、そうですね、1歳半から遊べるレゴです。口に入れても飲み込まないようにっていうぐらいちょっと大きめのサイズですね、うん、今日はこれを使ってやっていきましょう、はい、お願いします、はい、お家にはどれぐらいレゴあるんですか。下に並べたら6畳分ぐらい。え、6畳分ぐらい、うん、私の家6畳なんですよ。あ、ちょうど。あ、じゃあもうこの家はもうレゴで埋まるぐらい、ね、こう入れ物も、箱もね、かわいい。これも楽しめるというレゴになってて、さあ、一個一個袋に入って、ちょ、大きいですよ、やっぱ一個のブロックがかなり、うん、え、これ新しいんですか。これ新しいです。開封ですよ。いいんですか、うんうん、で、ちっちゃいレゴ、まあ、これがいわゆるこの一番ちっちゃい普通のレゴなんですけど、レゴの板なんですけど、これとこの大きいのってサイズがね、合うんです。だ、今まで持っているレゴにこういうのをはめることができる。そうなんだ。そうそうそう、うん、いや、はまってはまってちょっと待って、ちょっとはまりますから、ちゃんとお、ほら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 、うん、はまった、はまった、よか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 った、はまれよ、お前も。特殊なタイプなんですね。ねえ、モカちゃんはレゴはやったことあります？レゴやったことあります。あ、あるんですか。ただ、保育園にあったなとか、それぐらいです。保育園にもうレゴあるんだ。え、ないんですか。いや、なかったな、そんなの。そうなんですか、うん、なんか、私がインスタでこのコラボの前に、うん、レゴが保育園にあった人っていうアンケートを取ったんです。はいはい。そしたら、580人ぐらいの方がありましたって言ってて、580人、180人ぐらいの人がないですっていう風に答えてくれて、ユンに7割ぐらいはレゴが保育園にあったっていう、うん、へえ、だいたい7割ぐらいの保育園にレゴがあるんだ、うん、そんな時代か。レゴってやっぱね、僕の時はね、ちょっとお金持ちのお家がやってたようなイメージ。へぇ、うん、誕生日の時にもらったレゴとかね、一つの大きな箱でもう1万以上するから、1万以上ね、それは高級品ですね、うん、そうそうそう。まあ今はね、その安いレゴもあるけど、うんうん、こういう大きい箱に保育園にはレゴがドンって置いてある、うん、なるほどね、いいね。レゴにじゃあ触れやすい環境なんですね、今ね。そうですね、どっちかというと絶対触れやすい環境だと。しょ、今生まれたかったなそう。え、あら、こういうのがね、たまにいるんですよ。あまりね、ちょっとね、人面犬みたいになってない顔、あんまり凹凸のないお顔してる、ね、親しみのある子そうですね。てなわけでですね、一通り出しました。はい、うん、
まずは何から作ろうかな。なんか、うん、まずあれですよね、こう囲い囲い、ね、出ないようにっていう、ね、うん、まず出ないように囲いを作りますか、うん、こうしたらでも部品なくなるか確かにだからもう何かを作っていくでね、どういう風に作ればいいんだろうっていうのをこう開ければうん、あ、こういうのを作れるんだっていうのもね書いてるんですよ。だから何か何を作ったりか分かんない人はもうこれを見て、じゃあ見てその見本通りに行ったりとか、はい、アレンジして、うん、やっていきましょうか、うん、はい、なんか逆に囲いになるものないかな、うん、代わりにやりながら考えます、うん、ね、はい、これは分かりやすいよ。でもほら青3ピンク2黄色1でこれをつなげるっていう、そうですね、これじゃあちょっと一回作ってみよう、これやってみましょう。よし、じゃあ青3、なんかでもこんな蛍光のピンクだったんだっていう、確かにねこれはでもデュプロっていう本当に子供用だからか、うん、色も可愛い、色もね、うん、可愛くやってる多分。簡単に作れるよこんな、完成です、うん、サイズ的に多分これが白玉ぐらいの大きさだけど、ね、そうですよねこのブランコ作っていきます。でもこれをこう見ながらでもなかなか難しいじゃないですか、見本通りに作るのも、はいはいはい、なかなかね。でそれをなんか東大の出身の人って7割の人がレゴを経験してるらしくって、7割も7割の人が経験してて、その7割の中でも9割の方が見本とかをね見ずに自分で想像して作り上げていく遊び方をしてたっていう研究があって、はあ、なるほど、僕は東大生と同じことしてるんだ。そういうことですよ。なるほどね。そういうことですよ。早いですね、やっぱり。でも子供たち、うん、秒速で作りますよね。子供はね、本当に早いんですよ。何にも見ないで、ちゃっ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 て作るんで、すごいって思いながら。ね。そして、はい、もうパーツを。こんなのなかったな。ね。すごい。置く感じですかね。あ、振り子タイプだ。振り子タイプ。なるほど。これね、だからさっきのこう犬を乗っけてさ。もうこの犬が可愛い。すごい。うん、可愛い可愛い。いいですね。はい。このお家を作りたいと思います。ハリネズミはね、基本的にはネズミって言われてるけど、うん、あのモグラに近いんです。基本的に暗がりが好きな。あ、動物なんですよね。そうなんですね、うん、じゃあこんなにライト焚いてたらもうちょっと嫌だよ。もう朝朝、うん、で夜行性だから逆にこのライト浴びて寝ちゃう可能性があるんです。そういうことか、うん、もしかしたら白玉がここで休憩するんだろうなみたいなスペースをね、うん、ちょっと暗くしてあげよう。作りましょう、うん、はい、ということで完成しました。完成ということで、じゃあ一回この出来上がったパックを、うん、何て名前にします？あ、そうですね、うん、名前、この名前、名前、はい、何にしましょう。白玉パークで白玉パーク、ストレートね、うん、白玉パークを一旦じゃあお見せします、皆様に、はい、手持ちカメラ で、 そうですね、うん、はい、まずちょっと内容を知ってもらいましょう、はい、はい、はい、ということでこちらが白玉パークになります、はい、周りの囲いは足りなかったのでブロックが、うん、私の持ってるクレヨンちゃんたちに囲いになっていただきました、はい、いいんじゃないですか、コラボとしては、はい、はい、ご入場です。じゃあ白玉さん、ここが入り口となっております。白玉パーク、どうぞ。でかい。もうお休みどころ？あ、もう休むの？やっぱ暗い。でもでも。あ、どうぞ。かわいい。すごい。何が何か分かっておりません。もう遊ぶところがない。思ったより大きかった。ああ、うん、この塔をちょっとどけて、塔をこっちにして、滑り台も無理かな。ちょっとこう見るとサイズが、白玉が、もう明らかに、明らかにでかいな。うん。かわいい。もうお帰り？なんかフィット、お、うん、すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。では白玉さん、感想をお願いします。あら、
楽しかったから何もう一回来んの楽しかったんじゃない意外と。じゃあこんな感じでお気に召してくれたということで OK ですかね。わ、この絵かわいいな。お帰りになられました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、白玉パーク、はい、とてもね楽しんでくれたと思うので、うん、成功かなと思います。はい、白玉のサイズ感を見誤ったところがそうですね、うん、あるからブランコなんか完全に、はい、うん、白玉の半分ぐらいのサイズまあでもねすごくレゴで大人でもねこんだけ楽しめて、うん、でいろいろなものが作れるのでとても楽しいなと思いました。うん、いやレゴの楽しさを少しでも分かっていただいて。めちゃめちゃね。なので、はい、保育園とかにもしレゴがなかったらぜひね導入していただけるような、うん、そうですね、うんうん、はい、ということでこんな感じで、はい、工事の時間という YouTube チャンネルでレゴをたくさんね、はい、そうですね、レゴの楽しさというか、まあ、こんなように可能性は本当に無限大なんで、はい、もう自分の想像したものが形にできるっていうのがレゴのいいところなんで、はい、その可能性を存分に引き出していきたいなっていうのが僕のチャンネルのやりたいことでございます。はい、はい、ということでよかったら見に行ってみてください。ぜひ来てください。はい、なんかすごい睡眠用 BGM とかのねお話とかもしてて、はい、すごい素敵な声でお話もしてるので ありがとうございますこの声で眠りにつきたい方はよかったら見てみてください、はい、ぜひ来てくださいね。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごく楽しかったですね。なんかね、はい、うん、レゴの楽しさがちょっとでも伝わったよって思ってくれた方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。またね、バイバーイ。